色のインクで濃度を取ることによって記憶に残るようになっています。こんにちは、動画見てくださってありがとうございます。今回はユニボール1を正直にレビューしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、というわけで今回レビューしていくのがユニから出ているユニボール1というボールペンです。ユニボール1の特徴は鮮やか、記憶に残る、シンプルの3点があります。まずユニボール1の1つ目の特徴は鮮やかさです。ユニボール1のインクは従来のインクとは異なり、粒子のサイズがとっても大きくなっているので色素が紙に浸透するのを極力抑え、本来の色の鮮やかさを実現しています。そしてこの鮮やかな色のインクで濃度を取ることによって記憶に残るようになっています。少し嘘のような話だと思うのですが、ユニと立命館大学の共同研究によると、ユニボール1を使った方が記憶力アップにつながるという結果が出たそうです。またユニボール1のオレンジで書いた文字などは赤シートで隠すことができるので勉強効率も高めることができます。そして最後の特徴はシンプルさです。オフホワイトの軸を採用することで主張の少ない落ち着いた印象を与え、オープンワイヤークリップはスタイリッシュなデザイン性を実現しています。とてもシンプルなデザインとなっているので、他のペンや筆箱ともとても相性がいいと思います。実際に使ってみるとこんな感じです。左がユニボール1、右が某 B 社の人気ボールペンなのですが、ユニボールペンの方が発色がよく見やすいのがわかります。書き味もしっかり滑らかに書けるので、長時間の勉強などにも苦にならず筆記することができると思いました。それでは最後にユニボール1を使って良かった点、気になった点をまとめていきたいと思います。はい、というわけで今回はユニボール1をレビューしていきました。まず使ってみて、なんといってもユニボール1は発色が驚くほど綺麗だと思いました。他社のペンに比べても発色が良く、かつインクの乾きがとても早いので、ノートを多く取る学生さんにとってはかなり重宝するボールペンだと思いました。ボディもオフホワイトなので、どの筆箱とも相性が良く、おしゃれに持ち運びもできます。そんなユニボール1なんですが、少し気になった点もありました。それはボディが見た目以上に太いという点です。メーカーとしては発色が良く、ノートをきれいに取りやすいということをすごくアピールしているので、おそらくいろいろな種類の色を使ってほしいと想定していると思うんですが、単色ペンにしてはボディが結構太いので、これを筆箱に何色も入れるのは少し難しいなと思いました。しかしこのペンのクオリティとしてはかなり高く、ジェットストリームで油性のトップに君臨してユニが、今度は水性ゲルインクでも頂点を取りに来ているのがひしひしと伝わるボールペンだと思いました。僕は今回 0.38mm の8色セットを購入したんですが、 0.38mm は単色で全20種類プラス限定色が6種類、 0.5mm は全10色に限定色3色と、かなりカラフルなラインナップとなっています。気になった方はぜひお近くの文具店などで買ってみてください。ということで今回はユニから出ているユニボール1を紹介していきました。いかがだったでしょうか。皆さんがユニボール1とか使っていての感想や、あとはユニボール1じゃなくてもお気に入りのボールペンなどありましたら、コメント欄で感想いただけるととても嬉しいです。もしこの動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画も遊びに来てください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。